星野智樹、星野智樹、星野智樹、九百七十七年七月二十九日体は、三重県稲部群島委員長出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左打。九百七十七年に、三重県稲部群島委員長で生まれる、三重県立四日市工業高等学校に進学後は、の、第七十七回全国高等学校野球選手権大会に、おいて、 三重県予選二回戦、対三重県立鳥羽高等学校戦で、納品納乱を達成するが、甲子園出場は果たせなかった。高校卒業後は、プリンスホテルに入社し、のドラフト会議において西武ライオンズから三巡目で、指名を受け、入団。背番号は26。4月6日の対日本ハームファイターズ戦、東京ドームで三番手として、プロ初登板を果たすと、 二回に、三を無失点に抑え、当初から役割として求められていた左打者への対応を見事にこなした。同年5月2日の対福岡大英ホークス戦、福岡ドームでプロ初先発を果たした際は、敗戦投手となるものの、同年5月29日の対福岡大英ホークス戦、福岡ドームで初勝利を先発で飾った。これ以降は、 松坂大輔の活躍もあって中継ぎに回ったが16試合に登板して防御率3四4 7 3 2奪三振の成績を残した。からは本格的に中継ぎとして大車輪の活躍が求められたが前年以上の安定した投球が発揮できずに防御率7.94と大幅に悪化5回に3で九死球と請求力に大きな課題を残した。 は、先発で2試合に登板したが、プロ初被弾を受けるなど、防御率40.50と大幅に制裁をかき、この年は先発した2試合のみの出場に終わった。これ以降も、請求難から登板試合数が増えず、は、防御率こそ改善したものの前年の影響から8試合の、登板に終わり、は改善した、防御率が、再び悪化するなど、 なかなか一軍に定着することができなかった。2003年の日本シリーズをテレビ観戦していたところ、自身と同じサワン投手である吉野誠、阪神タイガースがサイドスローで福岡大英ホークス打線を抑える場面を目にしたことで、投球フォームをサイドスローに変更した。これが孔を奏し、は土井義弘に代わって、左のワンポイントとして一軍に定着。 チーム最多となる56試合に登板して死死球が36個と、請球難は改善されなかったが、防御率2.15と結果を残すことができた。から開始された、セパ交流戦においても好投を見せ、同年7月11日の対千葉ロッテマリーンズ戦、インボイスセーブドームでプロ初セーブを記録した。この年は前年と同じく56試合に登板し、 左打者に対しては左率零八七パシフィックリーグ一位という数字を記録した反面、右打者に対しては左率四百三十二リーグ最悪とかなり苦手にしていた。は、自己最多となる五十八試合に登板し、これによって二千四年から三年連続で五十試合以上登板を果たしたが、は、左打者へのワンポイントから中継ぎ投手として起用されたものの、 疲労から得意にしていた左打者に対しても、通打を浴びる場面が目立ち、4年連続50試合登板は、果たせなかった。は前年まで左の中継ぎエースだった、三井孝二の不審をきっかけに、左の中継ぎとして起用され、自己最多となる63試合に登板して、防御率2.38、基本類打例と、三井の抜けた穴を見事に埋めた。リーグ2位の29ホールドポイントを記録したが、 川崎雄介、千葉ロッテマリーンズに2ポイント及ばず、最優秀中継投手のタイトルは獲得できなかった。セパ交流戦においては対戦した、セントラルリーグの打者20人に対して1人も安打、得点を許さない、完璧な救援を果たし、とりわけ阪神タイガース打線に対しては、打者11人に1安打も許さなかった。日本シリーズ、対読売ジャイアンツ戦では、第2戦、 第三戦、第七戦に中継ぎで登板すると、小笠原道広へ支球を与えた以外はあんだすら許さない完璧な投球を披露した。日本一が決まった第七戦では一点を追う場面での登板だったが、直後に逆転、最後はアレックス・グラマンが抑えたことで、星野が勝利投手となった。リリーフ陣は不安定だったが、星野はその中で安定感抜群だった。 アジアシリーズにも登板すると予選リーグと決勝戦の計算試合に登板し打者8人に対し無安打無失点と素晴らしい投球を見せるなど公式戦からポストシーズンにかけて大きく飛躍した年となった。も交流戦でセリーグチームには13試合で1点も許さず防御率0.007ホールドを上げた。8月には リーグ最多の14試合に登板して、防御率1.35をマークし、同年9月15日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、日替わり抑え投手の中で3年ぶりのセーブを記録した。しかし、シーズン終盤から疲労や自滅によって降板することが多くなり、チームが3位争いをしている中で2軍降格となった。防御率4.08と、やや安定感に欠けたが、 チーム最多となる62試合に登板して23ホールドポイントを記録した。は、藤田太陽、ブライアンシコースキーと共に、勝利の方程式として期待されたが、不調から制裁を書く場面が多くなり、中盤には2軍降格となった。は、前年より、課題の四死球の比率は下がったものの、得意としていた左打者に打たれる機会が増えてしまい、クライマックスシリーズには登録されなかった。 開幕から中継ぎに起用されたが、請求が定まらずに6試合で、防御率10.80の結果に終わり、同年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。その後、12球団合同トライアウトを受験して、打者4人を無安打に抑えたことが評価され、11月26日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約が発表された。背番号は、 当初25と発表されていたが、アンドリュー・ジョーンズの入団によって例々、再変更された。ワシン新天地である楽天の一軍で開幕を迎え、左のワンポイントリリーフとして起用された。しかし、防御率12.71と、全く通用しなかった上に、投球回を上回るし死球を記録する等の、不安定さが露呈し7月2日の登板を最後に、登録を抹消される。 10月4日、球団より戦力外通告を受けた。その後自身のブログにて15年続けた現役を引退することを発表した。引退後は文化放送ライオンズナイターのベンチサイドリポーターの他、西部時代からのインタビューコーナー、ともきの部屋を放送している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。